ではブライドルームでの撮影が終了しました。ここからは教会に移動してリハーサルや挙式の本番といった流れになるんですが、ちょっとおまけで、ブライドルームから教会へ移動する時のポイントをお伝えしたいなと思います。ではまずはですね、移動していただくときは基本的にはご神父様ドレスの前を持っていただくんですが、その持ち方ですね、ここもちょっとポイントがあるのでご紹介していきたいと思います。じゃあ一度ちょっと掴んでみていただいて、ドレスの前を上げてくださいって言われると結構こうガッと持ち上げる、まあ、方もいらっしゃると思うんですが、こうしてしまうと結構足元がたくさん見えてしまって、こう移動しているふとした瞬間を撮影している時に、まあ、ちょっとね恥ずかしいかなっていうお写真になってしまうといけないので、少し下げていただいて、まあ、歩きやすいなぐらいで、このぐらい空いていればしっかり歩けると思うので、まあ、上げすぎないというところですね。ちょっとお膝ぐらいまで見えてしまうとあまり良くないかなと思いますので、あまりガッと上げすぎないでちょこっと上げるぐらいがいいかなと思います。ではですね、当日はまあ基本的にお二人一緒に行動していただくことが多いと思うんですが、基本的にご新郎様が先に歩いて、その後ろをご新婦様が歩いていただくという感じで、まあ、ドレスのお裾が長いのでご新郎様が基本的には前を歩いていただきます。まあ、ここでちょっとポイントなのが、ご新郎様がどん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 前に行き過ぎてしまわないようにというところと、まあ、ちょっとこうエスコートして差し上げるっていうところと、あまりご新婦様の真正面を歩かないで少しこうちょっとずれていただくと、まあ、こうしていただくとこう移動している何気ないシーンでも少し絵になるかなと思うので、まあ、覚えていたらこんなところにも気をつけていただくといい写真、いい映像が撮れるかなと思います。ということで、カメラマンに聞くお二人が当日気をつけるといいこと、ブライズ撮影編、こちらで以上でございます。まあ、ブライズルームでの撮影は慣れない、こう写真を撮られる、映像を撮られるという慣れないことに加えて、まあ、お一人ずつというちょっと心細い場面もあるかもしれませんが、まあ、ここは自分はかっこよく写ってるかな、私は綺麗に写っているかなという意識をですね、少し持っていただいて、ちょっと入り込んでいただくと、まあ、より綺麗に撮れるのかなと思います。まあ、一番のポイントはお胸を張って背筋を伸ばすことですね。これをするだけで、結構写真や映像の写り方は変わってきます。ぜひお時間あるときに、ご自宅の鏡の前でちょっとこういつもの姿勢とお胸を張った状態と見比べてみてもいいのかなと思います。こちらで、ブライドルーム編は以上になります。もしいいなと思ったらグッドボタンをぜひお願いいたします。また挙式編という形でもう一部、映像を出す予定でございますので、チャンネル登録もお忘れなくお願いいたします。ではでは最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。バイバーイ。